動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。ゾイドワイルド、キングオブブラスト。はい、ワイルドに騒いでいこうぜ。ゾイドワイルド、キングオブブラストやっていきましょう。よっ、今日は何で冒険に出発だ。冒険に出発ですよ。さあ、今回もね、元気にやっていきましょうかね。よく来たわね。さあ、冒険よ。はい、ですね、前回からですね、こちら、虫仙人、ゾイド乗りのね、師匠である虫仙人をね、プレイしていくんですけど、プレイしていってるんですけども、今回はですね、3話から6話違う、5、5話までやっていきましょう。でね、ソフトがダウンロードできましたっていうのはですね、あの体験版のやつをまた新たに落としていってるので、あのこのやってる最中には上でそのピコピコって出るかもしれないですけど、まあ気にしないでください。はい、今度はキャビアに出会ったみたい。うわ、2人の会話を考えるだけで頭が痛くなりそう。もう頭痛そうっていう顔してるよね。オーケー、行ってらっしゃい。ペンネさんの頭痛が、ペンネさんに頭痛がっつってね。そんなことが。バカな、なんという戦いのテクニックだ。止まって見えるぞ。そんなリズムでは俺ちゃんは捕まらんよ。バッハハーイ。ぬう。さーてと、次なる手がかりはっと。やーやー。おい、ガブリゲーターを連れたやべえ髪のお兄ちゃん。あ、なんだじいさん、やべえ髪のお兄ちゃん。まあ確かにやばいけど、ね、ちょいと聞きたいことがあるんだけども、ここら辺で珍しい色のグソックを見なかった？違うよな。珍しい色のグソック？いや知らねえな。そんなゾイドがいれば俺様が捕まえて実験台にしてやるぜ。婚活のキャビア様だ。婚活のキャビア？君は結婚相手を探しているのかい？コケにするな。婚活だ。あんまりバカにしてるといくらじいさんでもガブっちまうぞ。ちょいと揉んでやろうか。はてさて、そううまくいくかな。まあ、ちょいと揉んであげちゃいましょうか。あ、揉んであげちゃおうか。え、そういや、キャビアとか、他の四天王は、婚活とかやんのかな？結婚願望とかあんまなさそうだよね。どうかな、キャビアどうかな、結婚したら、尻に敷かれるタイプじゃないのかな。俺ちゃんどうしよう、お待たせ。来やがったな、餌ども。というか、四天王の3人は、四天王の3人は多分、はいはいはい、あの、ね、あ、ダメ、ちょっと強め、さらに攻めてくんだよ、お願いします。あ、これか、これでいけるのか。さらに行ってみよう、無駄しかないのよね。他の3人は尻に敷かれたそうだもん。飛ばすなぁ。意外とグソックンさ、相手吹っ飛ばすよね。めちゃくちゃ吹っ飛ばすよね。ガブリゲーターってそんな重くないと思うんだよ。意外とさ、こうやって打ち上げがすごく高いからさ、余裕はあるんだけど、技を当てるタイミングがちょっと難しくなるんだよね、今までと考えて。あれだな、ダメだな、タイミングが合わない。
参るぞ、ミラノ州。やってやるには千年早い。ゲームセット。デスレックスもあんな上がんのかな。ミッション成功。結構打ち上げるよね、これ。あのパイロットの差なのかな。あ、お宝ゲットならず。新しい道が開いたわ。めっちゃ笑顔になってくれてるんやけど、お宝ゲットしない、しないからさ。さすが虫天に余裕であしらいながら歩き回っているのね。自由人というか自由すぎるというか、ある意味尊敬するわ。まあもし、立場が間違えばね、ヒューマノイド台風みたいな感じになるから冒険に。いや、あれ悪者じゃないけどさ、かなり厄介な存在にはなると思うよいい、俺様のトラップをことごとく壊しやがった、かわしやがった。俺ちゃんイケメン。こちとらベテランのゾイドハンターだよ。見えすいたトラップに引っかかるなんてありえないってさらば毛髪のキャビア君。やめろよ、髪の話してやんねよ。なんだとこの野郎。狡猾だっつってんだろうか、チキショウ。見ろよ、どう、なんでストレスでハゲるぞ。うん、はっはっは。外の世界はいろんな出会いにあふれとるね。この調子であの美女とも早く出会いたいもんだよ。ご機嫌よ。探し物ですかな、ご老人。およ、またまたおかしな毛髪のやつが来たね、来たのね、来たね。あなたのお目当ては珍しい色のグソックでしょ。毛髪っていうか、あれどうなのかな。もうほとんどダメだと思うんだけどな。お、知ってるんか。教えて。まあまあ。そうがっつかずに教える代わりとして我がデスメタル帝国でそちらの具足と共に働いてくだされば教えて差し上げましょう。ちゃうでしょ。じゃあいいや。何、早い、決断力が早い。やってられんねえ。俺ちゃんは自由人だよ、誰の下でも働くわけないでしょう。深いです。こうなればデスメタル帝国の恐ろしさを刻み込んであげましょう。差し上げましょう。最強の。さあ、ちょっとガブリゲーダーとはね、重量が変わってきましたが、ここら辺どうなんだろうな。デスレックスはあんな高く飛ばないと思うんだよな。でも打ち上げがさ、どのゾイドでも打ち上げが高い、高くなるっていうことはさ、コンボが余裕を持ってつながりやすいっていうことでもあるから、やっぱ高いな。わお、あ、いた。あ、しまった。いける、お、てるてる、お、あ、ダメだ。行ってみよう。あ、ダブダチシュートが出てきましたね。あ、これは入ったか。あ、ダメだ。あ、これはちょっとね。ラウンド2始め。まあでも高く、どのゾイでも高く打ち上げるっていうのは分かった。いいね、動きが速いし、特にするの立ち上がりもさ早いから反撃はしやすいとは思うんだ。
あとは強攻撃のさ、さっきの打ち上げ、高く打ち上げた後、そっから技をつなげようとすると落ちてくるタイミングだよね。あれをうまい具合に読めれば、はめられれば、ね、結構ダメージを与えられると思うんですよね。危ない危ない。画像ですね。さあ続いて第5話ですね。次に進めるわ。ダウンロードが できましたね。まあいいや、今度は自分からデスメタル帝国のやつらに絡みに行っちゃった。なんだかちょっとかわいそうになってきちゃったわ。もうデスメタル帝国かわいそうっていう顔してる。もう虫仙人厄介だな。当たり屋みたいなことなやってるで。何？なんということだ。動きが読めない。ごめんね。バイトなら他当たってちょうよ。世の中、世の広さを知った気がする。そうだよな。あんなやつ見たらね。どうもヘンテコなやつに出くわすね。おや、何か騒がしいぞ。デスメタル帝国。あれもデスメタル帝国の連中かな。やあや。団体さん、ちょいとごめんよ。ウィーアーメタル。こいつらか。ん？なんだじいさん。グソック。ここら辺で珍しい色を したグソック見なかったかい？そんなことがあるか。グソック？いや、見てないで。そんなことがあるか。ごめん。こんなにわらわらいて誰も知らんのかい。まあだから幻なんだろうね。お前ら許せん。ちょっとはトレンドに興味を持たんか。わめは、なんだそりゃ。もはや当てつけ。最強の生命体が今。ひでえな、これで喧嘩売られるのって。これで喧嘩売られるのか。まあ、苦労するなあこいつら。下っ端とはいえかわいそうだな。ふりふりかかっておいで。これが最後の戦いだ。始め。ちょっと強めばちょっと強い。さあ行ってみよう。あ、いや、もう倒した。じゃあ、さあちょっと強い。で、トラブ。おお、結構くねん。あ、落ちた。マブダチシュートが使いにくいな。タイミング合わせにくいな。来た。あ、あった。ずっともトラップを使って。ずっともトラップからおひげラッシュにつなげられそうな感じはする。あ、ダメだ、俺のタイミングが合わん。さっきは最後か。マイルドブラスト。バッチリ決めようか。おいはい。これはいけるやろ。やるには戦略早い。ゲームセット。逆転万全。ミッション成功。
パーフェクトじゃないけどね。これはもう点数低くても S は取れるからね。はい、クリアいたしました。新しい道が開いたわね。もうほとんどかなり迷惑な存在だよね。まだどこまであるの。でこれが次回、あこれもまだあれだな、最後の方はちょっと多めにやるな。じゃあ、ゲットしたお宝を見に行きましょうか。よっ、今日は何お宝を見るんだな。よく来たね、ゆっくり見てってよ。あれ、ゾイドビューは待ってるよ、じっくり見てって。あれ、ハンターウルフ前見たよね。なんでこれニューが消えないの。頑張って集めたね、どれを見たいか教えて。あれ、なんか一回見たのにニューが消えてないやつがある。これ見てないか。まあいいや。ナックルコングの手が、真っ赤に染まった時、胸圧剣が放たれる。胸圧、このね、ナックルコングの胸圧剣ね、玩具の方はもうドラミングギミックだった、ドラミングギミックになってるね。なかなか玩具の方は面白かったなと。そのワイルドブラスト と、通常の切り替えがね。これ見たな。なんで消えないの今。伝説の達人無線に。これも見たのかな。見たよね。あ、またファンタオリ。またファンタオリ。あ、これガングのファンタオリですね。ここまで動かないけどさ。やっぱり。セカンドギアとかね。あ、でもあれ手動だったからな。あれちょっと残念だった。虫仙人の相棒グソック。他のグソックと連携して相手を追い詰めるぞ。これはゲームのやつですね。先生お願いしますって言って、どういう状況なの。どういう状況なのって。多分これだけ。あ、いや、ファンタウルフバウンサー、あれなんでや。ファンタウルフの亜種のゾイド、自分の群れに引き入れたゾイドとは、違う種であっても必ず守る頼れるやつだって。これ紫に見える。俺の今ゲームを通してるモニターでは青に見えるんだけど、録画してる画面ではうっすらちょっとなんか濃いめではあるんだけど、紫にはちょっと見えないな。あー、おかしいな。なんでこんな色がちゃんと表示されないの。なんでまた同じやつを見なきゃ、あ、同じやつにあれついてんのかな。なんでだろうな。一応これオートセーブなんですよ。なのでこれ見たとしたら、その記録はされる、見たって記録はされるはずなんですけど、どうなのかな。まあいいやね。じゃあまあいいや、最後このセクシーのねポーズで決めてるハンターウルフバウンサー、お別れしましょうか。はい、次回はですね、虫仙人、またステージ3つ続けて、いきますので、今回はこの辺で終了したいと思います。それではまた次回、バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。